メッセージが届いてたな。機械型アバター。あんた、もしかしてロータスの世界のやつか。うわっと、あ、モロアイさん、キリトか。え、そうだけど、なんで俺の名前を。いや、会えてよかったよかった。こっちへ来たのはいいんだが、さてどう合流したもんかと。待ってくれ、まずあんたは誰なんだよ。あれ、ロッタから聞いてない。改めて自己紹介するってなるとちょっと気恥ずかしいんだが、俺の名はグラファイトエッジ。ロータスの師匠だって言った方が分かりやすいかもな。あんたがロータスに技を教えたっていう。まあまあそうなんだが、まあそれ以上は勘弁してくれ。それじゃ。あ、待ってくれ、まだ聞きたいことが。ああ、言っちまった。ロータスも見事な黒だと思ったが、グラフのアバターも見事な黒だな。グラファイト、黒煙か。ロッタの純色の黒には勝てんがな。剣が本体とか言われてし、本体のカラーはなんというかな。その剣、なんとなく騎士感があったんだが、前に使ったことのある剣とどこか似てるんだよ。そうか。まあこんな感じの剣は他のゲームでもよく見るしな。剣だけじゃなく、その動きにもどこか覚えがあるような。二刀流なら自然とこんな感じの動きになるんじゃないか。そういえばロータスにあの必殺技を教えたのもグラフなんだよな。不思議なこともあるもんだよな。というかそもそもいでたちが似てるんだよな。黒いロングコートに二刀流。いやー、偶然って怖いな。行け、行け。